アンターナス・スメトナは、リトアニアの政治家。リトアニア共和国の初代大統領である。スメトナは、ウクメルゲ近郊の村ウジュレニスの小さな農家に生まれ、タウイエナイの小学校で学んだ。パランガの予備ギムナジウムを卒業後、カトリック教会の聖職者を目指して、カウナスにあるサモギティア神学校の入学試験に合格した。しかし、様々な状況からすぐ後に計画を変え、 ラトビアのイルガバにあるギムラジウムへ入学した。ここで彼は、ヨナス・ヤブロンスキス・ウィンツァスクディルカラと一緒になり、秘密のリトアニア学生組織に所属した。この組織は民族主義者の集まりで、従って本質的に反ツァーリ主義者の集まりであった。1896年秋、スメトナは、ロシア正教会の義務的奉仕に対して、学生の抵抗活動を組織し、 ギムナジウムから追放された。しかし、後にサンクトペテルブルクにある第9ギムナジウムで学ぶことを許された。1897年に第9ギムナジウムを卒業後、スメトナはサンクトペテルブルク大学法学部に入った。彼は大学内のリトアニア学生秘密組織に加わり、組織の議長となり、リトアニア語の本の出版と普及の活動に参加するようになった。 スメトナは二度、大学から放逐される恐れに直面し、逮捕と短期間の投獄も経験した。1902年に大学を卒業し、ビリニュース農業銀行で働いた。二年後、ソフィア・ホダカウスカイテと結婚した。ビリニュースでの初期の日々、スメトナは、他種のリトアニア民族主義者グループと関わり、リトアニア民主党に入党して、ビリニュース大・セイマスにおける、党代表となった。 彼は後に、搭載交換部会に選出された。1904年から1907年、彼は、リトアニアの新聞社ビリニュスジニオスのスタッフになり、1905年から1906年には、週刊誌、リエトゥボォスウーキニンカスを編集した。1907年、スメトナとユーオーザストマス氏は、ビルティス紙の印刷事業を立ち上げ、発行と流通を開始した。ビルティス市場で、 スメトナは、リトアニア人の連帯を主張した。彼はリトアニア語の本を発行するため、リトアニア最古の新聞、アウシュラの会社設立者の一人にもなった。また、リトアニア総合支援協会ビリニュス支部、リタス教育協会、ルータ芸術協会や、その他多くの協会に属し、ビリニュス市内の学校でリトアニア語を教えた。1914年、新たに、各州発行週刊紙、 バイラス発行を始めた。リトアニア評議会でのスメトナ、前立右から4番目第一次世界大戦中、戦争被害者を支援するためのリトアニア救援協会、中央委員会の初代副議長、後議長となった。1916年夏、スメトナラはビリニウスから派遣され、ドイツの東部戦線司令官にリトアニアの独立国家としての権利を要求する覚書を渡した。 彼らはまず、ドイツに自治を認めさせようとしたのだった。1917年9月6日、スメトナは、新聞、リエトボスアイダスの印刷図をはじめ、発行者権編集長として働いた。新聞の初版で、彼は、リトアニア民族の最も重要な目標は、独立したリトアニア国家を再び確立することだと書いた。九百十七年九月十八日から十二日に、 かけ、スメトナは、ビリニュスのリトアニア評議会に加わり、同年から1919 19年に議長を務めた。1918年2月16日、スメトナは、リトアニアの独立宣言に署名した。1918年12月から1919 19年3月に、かけて、スメトナは、バイマル共和国やスカンディナビア諸国で、その生活のほとんどを送り、 リトアニア独立の大義のため借款を混成した。1919年4月4日、リトアニア国家評議会は、スメトナをリトアニア共和国初代大統領に選出した。1920年4月19日、リトアニア憲法制定会議は、アレクサンドラス・ステュルギンスキスを後継者に選出した。その後スメトナが国会に再選されることはなく、 1921年から1924年を通して定期観光物数詞を編集していた。スメトナ内閣1923年1月のメーメルラントのクライペダ暴動の後2月20日にスメトナはメーメルラントの行政官となった。しかし首相エルネスタス・ガルバナウスカスの同意を得なかったため職を辞した。1923年11月当局は スメトナをバイラス神状のアウグスティナス・ボルデマラスの記事発行の権利で数日間投獄した。1923年から1927年の間、スメトナはリトアニア大学の助教授となった。最初は芸術論と歴史の後に哲学部門の助教授となり、倫理学、古典哲学の講義をし、リトアニア言語学における講義を行った。 1926年には、ビリニュス大学の最年長講師となった。1932年、ビタウタス・マグヌス大学で名誉哲学博士号を授与された。スメトナは、クライペラ反乱に直面したことで、リトアニア人狙撃者連合の活動に加わった。この狙撃者連合が、彼の名を非常に認知させることになり、彼は狙撃者連合の中央理事会に選出された。 1924年から1940年の間、国際銀行の理事会の副議長を務めた。戦艦機の重利タス効果に描かれたスメトナの肖像。スメトナは、大統領カジイスグリニュスを追放した1926年のクーデターの首謀者の一人であり、同年12月19日に彼は再び大統領となった。彼はアウグスティナス・ボルデマラスを首相に任命した。 翌1928年、スメトナは議会を抑圧し、5月15日に政府の承認とともに、さらに大統領の権限を強めたリトアニア新憲法を交付。1929年にはボルデマラスを退任させ、リトアニアの独裁者となった。1931年、1938年の大統領選挙で再選され、 1940年6月15日までその地位にあった。スメトナは地主への優遇策を行い、共産党を弾圧するなどしたが、国の経済は安定していた。彼は軍事費と教育費を引き上げ、識字率の向上に努めた。1940年、ナチスドイツとソビエト連邦の間で結ばれた独ソ不可侵条約の結果として、リトアニアはソ連に占領された。 同年6月に、ソ連がリトアニアに対し最後通帳を突きつけた後、政府の大多数と、軍司令官たちはこの申し出に同意せず、スメトナは、大統領の職務を、首相アンターナスメルキースへ引き継ぎ、6月15日に、家族を連れて、東プロイセンに越境、ドイツへ亡命した。その後スイスへ向かった。6月16日に、メルキースは、 スメトナの大統領からの解任と自らの大統領就任を国営ラジオを通じて声明。翌17日にメルキースはソビエト軍に逮捕され、1955年に収容先のソ連で死去した。1941年、スメトナはアメリカ合衆国へ移住し、ピッツバーグ、シカゴに住んだ後、1942年5月に息子ユリス一家のクラスクリーブランドへ移った。 亡命してからは、リトアニア氏と自伝の執筆を始めたものの、1944年1月9日に、ユルスの自宅の火事で死亡。1975年、クリーブランドに埋葬されていたスメトナの棺は、シャードンの墓地へ改装された。ありがとうございます。